南京博物院は中華、人民共和国チャンス商南京資源玄区に位置する歴史博物館。北京古級博物院と並ぶ中国最高峰の総合博物館である。中華民国時代に首都の総合博物館として計画、設計された。2008年2月8日より無料開放された。南京市場内の東部、中山門の内側にある公園。 半山園にある。南京博物院のすぐ近くにある、中山門は、日中戦争時に、旧日本軍がここから、南京市内に入場した場所である。場所は中山あずまじ312号、敷地面積は8万3000平方メートル。南京博物院の変額中華民国政府、教育部が1933年に、当時の首都南京に開設した。 中央博物院に始まる。元は自然、人文、芸術の3部門を置く計画だったが、人文館のみが1948年に開館した。他に北京の歴史博物館は、国民政府時代は中央博物院ほか兵分院と呼ばれていた。1948年、国民政府は北京の故宮、南京の国立中央図書館、 中央研究院歴史語源研究所、中央博物院の文物のうち製品を台湾へ避難させ、国立中央博物図書院館連合管理所を発足させた。1965年に台北市にこれらを展示する博物館が開館したが、これが中山博物院、いわゆる国立呼吸博物院である。一方南京には台湾に運ばれなかった。 呼吸文物が大量に残っており、その大部分が北京呼吸に戻されたが一部は南京博物院に留まり、その展示品となった。北京の呼吸博物院からは南京博物院に対して長年返還要求が行われているが、宮廷文物の継承者を自負する南京は、時間での展示と保管を主張し今日まで返還に応じていない。一方、 中華人民共和国政府は1950年、中央博物院の南京部分を現在の南京博物院へと名称変更した。人文館以外の2館の建設計画は日中戦争や中華人民共和国建国直後の自局などの理由で着工されず、1990年代になって芸術館建設が実現している。現在は歴史陳列館。 芸術陳列館、所蔵庫の三つの部門からなる。南京博物院、聖殿南京博物院の聖殿は、元は、国立中央博物院計画にあった、自然、人文、芸術の三館のうちの人文館であった。1936年6月に着工し、第一期工事はほぼ完成していたが直後に、日中戦争が起こり建設が中断し、 戦後の1948年4月に第一期工程の包括行政論が完成した。1952年に南京博物院の歴史陳列館が完成した。二棟合わせて面積2390平方 M の広さがある。1990年代に入り、1930年代の元の計画にあった二棟を低層でつなぐようになっている展示館も完成した。 設計に当たったのは、ジョ・タカシジカと、リメグミ博で、両氏生と、リュウ・アツシミキが、設計古問になっていた。両大の寺院、宮殿建築を模したもので、大戸の、路台、廃殿の三部分からなり、建築面積は二万三千平方メートルである。芝生の、青々とした広い敷地内にある山荘の白い、石段の上に、大色のルリ瓦を乗せた。 緩やかな大屋根の電格が立ち、正面から見ると建物の背後に資金山を見ることができる。歴史館は9つの展示室があり、超高下流の5000年の文明、私たちの昨日から引く祖国の歴史、民族、文化、チャンスの考古資料の陳列の3つの常設展を行っている。南京博物院芸術陳列館芸術陳列館は、 歴史陳列館の大殿の前方西側に位置する。元の国立中央博物院計画にあった芸術館の建物であるが、完成したのは1999年9月になってからだった。芸術館には、陳法館、聖堂館、磁器館、書画館、玉器館、織衆館、陶芸館、湿芸,芸館、民族館、現代美術館、名人書画館など11のテーマを設けた。 展示室があり、展示室面積は12,600平方 M の広さを持つ。南京博物院は中山門と朝天宮を所蔵品の保管庫として使用してきたが、1992年11月に歴史陳列館の西側に新たに所蔵庫を建設した。文物保管と文物保護の役割を果たしている。玉器南京博物院は、 現在、42万件の所蔵品を持ち、内国宝級文物と国家一級文物は2000件余りに達する。ありがとうございます。